ないですか。金保留にキリン柄ちょっとおお皆さんこんばんは、アローズスクリーンのシーサです。トミです、こんばんは。さあトミさん、はい、今回はなんか珍しいお店にやってきたんですけれども、そうですね、こちらは何というお店でしょうか。はい、こちらは紀甲名井川谷店でございます。紀甲名井川谷店さん、はい、僕初めて来ました。神戸市西区のお店になるんですね。そうです。いやちょっとね、まあ、いろんなお店にこう閉店後にお邪魔することあるんですけど、今回初めて来たということで、はい、行くたびに閉店後なので、はい、スタッフの皆さんが閉店作業されてるじゃないですか。で清掃の方々がいろんなとこ清掃されてますよね、うん、僕ね今まで見た閉店作業の中で、はい、今日の閉店作業されてる方の作業ぶりがすごい良かったなって感心したんですよ。それは、はい、清掃の女性の方がね、お手洗いを一生懸命清掃されてて、でまあ後ろの方から「お疲れ様です」って言ったら、もう忙しくやってるのにすごい笑顔で、閉店後ですよ、お客様でもないのに「あ、お疲れ様です」ってまず挨拶されたのが、小さなやからいやいや気持ちよかったんですよ。で大変申し訳ないんですけど、ちょっとトイレ使わせてもらってもいいですかって言ったら、もう快くどうぞどうぞってすぐに出られて、こうトイレを使わせていただいて、あ、なんて気持ちがいいお店なんだと思ってて、はい、またホールの中見てたら、スタッフの皆さんもですね、閉店後って限られた時間で作業しなきゃいけないじゃないですか。もう一言も喋らず黙々と、そして短い距離もちょっとね駆け足で作業されてる姿が非常に印象的でした。店長はよっぽど怖いんでしょうかね。そうかもしれないですね、はい、いやでも素晴らしいスタッフの方々に支えられてるお店なんだなっていうのを感じましたね。置いていただけると、ありがたい、ありがたい限りでございます。はい。なぜ今回この井川谷店さんにお邪魔しているかというとですね、この8月、はい、なんとお誕生日を迎えられるということでですね、今年2020年8月8日こちらにも書いてあるんですけれども、はい、ちょうどね17周年のお誕生日が近づいているということで、はい、ちょっとでもこの紀甲名井川谷店さんをですね多くの方に知っていただこうと思って、はい、今日はこちらの方で収録をさせていただきます。そうですね。はい。まあお誕生日皆様で、まあ、ちょっとでも多くのお客様にと一緒にですね祝っていただければななんて思ってますんで。そうですね、はい、まあ台数の方も総台数で666台ということ で、まあ、決して大型ホールではないんですけれども、まあしっかりね人気機種は揃っていますし、はい、最新台から、まあ、ちょっとね懐かしい機種まで結構幅広い機種構成で面白いお店になってますので、ぜひチェックしてみてください。総台数は666、誕生日は8月8日ということで、すごい覚えやすいですね。要素がたくさんありますから、これはちょっと、お誕生日には多くの方が来られると思うんですけれどもまあ後ほどねいろんなお話伺いたいと思うんですが、まあ8月8日のお誕生日は入場くんを使ってのウェブ抽選っていう、また最新のシステム導入されたみたいで、はい、ちょっとこの辺りのお話もね、後ほどお知らせしたいと思いますので、まずは実践の方、はい、いきましょうか。今日は新北斗無双打っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあというわけで、はい、新北斗無双まだまだ現役バリバリの人気機種ということで、まあ、こちらの方も打ちながら、はい、ちょっとねいろんな、まあ、17周年ということで、お店のお話もそうですし、まあちょっとね最近のこう紀甲名さんの状況なんかもお話聞かせていただけたらなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。さあ、新北斗無双こちらはどうです、トミーさんご自身は結構好きな方ですか。まあ正直相性は良くないですけど、相性は良くない、最高でなんですかね、1万2万発ぐらいしか出たことないですかね。あ、まあまあでも2万発はまあまあじゃないですか。そうですね、ただほんまにこれで出た勝ったっていうのはないですね。でもやっぱりね、僕実はパチンコの中では今ベスト3に入るぐらい好きな機種で、がっつり勝負したいなって思った時にやっぱ北斗無双を選びますね。あ、やっぱよく打たれるんですね。プライベートでパチンコ打つ時は一番打ってますね。やっぱりこの出玉力ですよね。まあそうですよね。あと瞬発力も、まあ今ね伊田天とか、まあちょっと前ならダンバインとか、かなりこう瞬発力の高い機種ありましたけど、ね、やっぱりね2400発は大きいですよ。まさにそうです。あ、そうだ、ただ打つんじゃないんで、もちろん目的を持って打ってますので、今回の新北東武総も今回どちらかがラッシュを引くまで終われません、はい、ラッシュなかったら取れ高ないんで、よっしゃいきなり緑、おこれはラッシュがなかったらもう取れ高ないんで、必ずラッシュに入れてくださいという。いやもう入れますよこれで。当たる、それでこれで入れます。あ、でも先読み強いじゃないですか、いきなり。あ、おっしゃえまあ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 、まだ喜びで。あ、でもストックしてる。いやこれはあかん、これ金まで上がるんちゃいます。いきなりちょっと待って、これどっちかがラッシュに入るまでっていう実戦なんですけど、いきなりラッシュ入ったら終わっちゃう。よーし、いやいやちょっと待って、これは熱いよ富士さん、これいきなり来たよ。相性悪いって言いながらおおパウンドダウンは黄色ですけどね、まあでも全然、まあ継続って出ますよね。はい、藤井さんですね。さあこっからよ、ちょっとやっぱ強いな閉店後いやこれは来るぞ。何が出てくるかな。そうですね、覚醒、まあ、覚醒かな。ああ弱い、ちょっと弱い。まあまあでも発展先がねだね。ちょっと弱い、弱い、ちょっと弱い、予想外に弱い、ちょっと弱い。さあ奥義は、奥義までは行くか。奥義は出ない、奥義も出ない、ちょっと弱い。まああとはカットインですよね。マジかー、あーこれダメなやつだ。ちょっとしんどいですね。そんなに甘くはなかったか。あ、赤文字ですね。さあこの右、あー微妙微妙ですね、ことごとく微妙。これね、信用できないパターンですね。まあでも分からんよ最後まで。うん、まあそうなりますわな。いやでも早速ちょっとワクワクするような見せ場作っ、ああいやまあ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 、まあ結構無双を打たれてる方だったら、まあもう発展先を見た時点で、あ、ないなって多分言ってますよねそうですね。まあでも分かりませんからね、あれもね結局発展先が弱くても奥義炸裂してキリン柄なんかになればね、まあ、それが無双の面白さですよね、そうなんですよね。まあでも17年っていうと結構な歳月に感じるんですけれども、ね、の割には途中でなんかリニューアルでもされたんかなって思うぐらい店内は綺麗ですよね。おっしゃ、そう言っていただけるとすごいありがたいです。ちょうど1年前、1年ちょっと前ですね、はい、にリニューアルさせていただきまして、あ、そうなんですね、はい、その時にちょっと台数も増やしたんですよ。あ、そうなんですか、はい、600台から666台に変えたんがちょうど1年前ぐらいです。じゃあ結構こう17周年といってもその17年間の間にいろいろありました、はい、いろいろあって、はい、より良いこう空間を提供しようという努力をし続けられたわけですよね。はい、まあさらに、まあ、今年もねこう装飾を変更したりとか、はい、まあリフレッシュオープンなんかもされてですね、はい、まあさらにこう快適空間ができてきていると。あとはお店のね店長を含めて現場の方々がやっぱり、はい、古い店でも、はい、大事に使って綺麗にしていこうというところで、はい、まあ新さんも先おっしゃっていただきましたけど、すごい綺麗に見せっていう印象にはつながってるのかなと思いますね。いや、やっぱりそのお店の見た目も大事なんですけれども、やっぱりスタッフの皆さんの表情とか姿勢を見てると、あ、このお店スタッフのみんなに大切にされてるなっていうのを感じますよ。初めて来てそう思ったぐらいですから。あ、もうありがとうございます。さあなんか珍しく保留がバリバリ変わってますけどね。あれ、新北斗無双ってこんなリーチクルダイだったっけって思うぐらい、伊賀谷店の精霊たちが、伊賀谷店に精霊たちがいらっしゃるんです。17年間ここに宿ってる。はい、まあ、私は霊感ないんですけど、はい、まあ同僚とかが結構そういうのある方がいらっしゃって、はい、ここで、はい、当時まあ私が役職の時に、はい、あ、なんか夏だけに怪談話が始まりますね。あ、そうですね。ちょっと待ってください。今日は貴高麗川谷店さん、まあいよいよね17周年迎えますということで、こう明るい話題になるのかなと思ったら、まさかの怪談話なんか体験談でもあるんですか？私自身はないんですけど、はい、もうその一緒に仕事してる同僚たちが、はい、まあまあ口々に言うんですよ。一緒に当時仕事をされてた方たちが口々に言うってことは、まあ結構信憑性高いですね。どういった話ですか？このスロットのちょうど中央通路のところに、そこですよね、まさにね。はい、当時、まあ、今は自動補給であれなんですけど、はい、コインタンクっていうのがあって、そこにいっぱいコインが入ってて、はい、まあそれでお客様、ホッパーのコインがなくなると、はい、そこからすくって補給しに行くっていうシステムなんですけどね。はい、で私ら中央通路に立って、まあ、その同僚と仕事の打ち合わせをこうしてるわけですよ。はい、そしたらその喋ってる相手が、はい、ずっとそのコインタンクの方をずっと見てるんですよ。誰もいないコインタンクを。あ、そうです。はい、どないしたんですか？はい、あそこからコインタンクから、まあ、こう手が出てるんですけど、富田さん見えますみたいな。コインタンクから手が出てる。コインタンクって高さ1メートルぐらいですよね。こんな感じで中もメダルがいっぱい入ってますよね。こう出てるっていう。なんですかその気持ち悪い。一個だけこう出てる。見えないですかって言われて、いや見えへんって。あ、じゃあいいですみたいな感じで。それ営業中じゃなくて閉店後。営業中です。営業中、普通にね。いやちょっと実際じゃあその同僚の方見られてたってことですよね。結構まあもうなんか途中からその人も慣れてるみたいで、ああまだおるわみたいな。あ、1回じゃなくて。そうですそうです。もう結構なんと身の毛もよだつ怪談話。ここ兵庫県神戸市西区にある貴高麗川谷店が時折スロットダウンから何者かが出てるようなものが出てくるという。果たしてそれを真実なのか。タンクの中で乱れるが一緒でいいのか。我々スタッフはその現象を今宵貴高麗川谷店でやってきた。違うんですよ、はい、そういう検証番組じゃないんですよ。ああそうですね。いやでもじゃあこれはもしかしてそのね、そういうのが好きな方にはもってこいのお店かもしれないですよね。まあ今はね最近そんな話聞かなくなりましたけど、今どうなんでしょうね。はい、だからお客様からも愛され、はい、そういう精霊たちにも愛されるような貴高麗店、どうでしょうか。でもなんでしょうね、多分ね、もし今いらっしゃるとしてもですよ、はい、よくいい霊っていうかね、いい精霊な気がします。はい、あ、なるほど。悪いなんか邪悪なというか、はい、そういう感じではないのかなと。あ、はい、まあそうですよね。確かにね、怖いものばかりでもないですよね。そうですそうです。はい、守護霊的な。なるほど。じゃあもうこの貴高麗店さんはそういうまあそういう霊たちともこう共存しながら、もう守られてるようなもんです。はい。温かく見守っていただいてます。悪い方に稼働に影響しなければいいですけどね。お、緑保留。お互い緑保留ですね。ただこっちは覚醒なし。お、さあそれが何に変化するかですよね。お、よし、北斗ゾーン。あ、まあまあ熱いぞこれは。さああと X 秒だ。待機中かける2は今日2回目です。よし、今度は当てたい。しかも2個ですからね。2個ありますね。まあまあまあまずは継続。さらに今北斗ゾーンですよね。北斗ゾーンが絡んでますよね。ちょっとさっきは発展先が弱かったですけど、今回もちょっとあれって感じ。まあまあまだもう一回ありますもんね。こう継続でしょ。覚醒までは間違いないでしょう。ああ次回予告、次回予告、熱い、うん、おおこれは熱い、やった。いやまだ喜ぶのは早い、まだ喜ぶのは早い。いやでも次回予告はなかなか熱いですよね。さあ発展先はもう申し分ありませんよ。これは激アツ、もう最高形じゃないですか。金保留にキリン柄ちょっと。そしてさっきと同じリーチに発展するっていうね。くしくもまあでも全く違いますよ二人とは。まあでもこれでもまだ安心できないのはまあ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 。さあ今回も奥義は発動せず、ああもうキリン柄2回は強い。ああもう当たり、おおさすがに当たる。よっしゃー気持ちいいわ。3つは当たる。まあそりゃそうですよね。さあ割と早いですよ。ラッシュまでいけるかどうか、200回転ぐらいですかね。そうですね、はい、お見事。あとはしっかりラッシュに入れて決めましょう。さてさてさて何もないか。トップ育成なし、カットインなし。さあどうだ、まだ分かりません、まだ分かりませんよ。まあラッシュなくとも時短で当てればいいんで。いやまあ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 まずは当てないとね、まあ、そうですね。意外と早かった。いやー今気持ちいいリーチでしたね。決定的って感じでしたね。意外とこの100回転で当ててラッシュに入れるっていうパターンも僕は多いので、私もそうです。そのパターンが多いです。まあ319なのでね、100回転あればもちろん当たる可能性は、はい、ダメかこれはね。トミーさんの初当たりラッシュならずで前半終了、そしてその後僕が当ててラッシュに入れて1万発ぐらい出して終了っていうのが理想ですね。さあ改めましてのお知らせなんですが、2020年8月8日にはこちら貴高な伊川谷店さんがいよいよ17周年目のお誕生日を迎えられるということでですね、ちょっと閉店後の忙しい時間なんですけれども、中島店長来ていただきました、はい。いよいよ17周年ということでね、まあ、店長も長くこのお店見られてると思うんですけれども、はい、8月8日まずは抽選の方法がなんかいつもと違うということで聞いてるんですけれども、はい、どういった抽選になるんですか？はい、そうですね、8月の8日に関しましては、はい、ウェブでの入場抽選と、なっております。まあ、当店の LINE アットの方、ご登録いただきましたら、はい、まあ、そちらの抽選ページの方すぐに簡単にアクセスできるようなものになっております。詳しい内容に関しましては、動画の概要欄の方に、記載していただくという形になっておりますので、どうぞこちらの方、ご確認くださいませ。ありがとうございます。はい、というわけで、ウェブ抽選ということでですね、実際お店に来なくても抽選が受け入れるシステムも、今回使われるということで、ぜひ動画の概要欄の方からですね、抽選入場の方法なんかも確認してみてください。そして貴高な伊川大店さんですね、もちろん8月は誕生の月ということで、店長も気合を入れてお客様を迎えされるということですよね。トミさんちょっと今中島店長の番です一言意気込みなんかあれば。はい、ぜひですね8月、まあ、17周年を迎えるということで、まあ、より皆様に愛されるお店、まあ、より楽しんでもらえるお店となるように、まあ、全力で頑張っていきますので。ぜひ間違って今日の川谷店にお越しくださいませ。お願いします。お願いします。いやー、素晴らしいですね。お忙しい中ありがとうございました。ではしっかり概要欄の方にお知らせ載せておきますので、はい、8月4日ぜひお客様のお期待に応えられるようによろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。なんか今度その井川谷店さんは、入場券を使ったウェブ抽選を初めて使うということですよね。いや、もうすでには使ってるんですけど、もう何度か使ってるんですかね、はい、結構それはグループ内では何店舗かこう使い始めてたりするんですか。まあちょっとずつフェーズで増やしていってるような状況ですね。まあ、やっぱり懸念されるのが年配のお客様とかね、こうあんまりこうスマホに興味がない方とかが、ね、ちゃんと抽選受けてくださるのかなっていう懸念あると思うんですけど。ああ、またやよう来るな。え、そんな来ます？3回目っすよ今日。すごいですね。1時間ぐらいで3回目。それはすごい。しかもさっき当たってますし。さあ今度は何が出るか。さっきみたいにね、次回とか出てくれば。あとやっぱり激アツとかが欲しいですよね。まずは継続ですね。バシカ星人。はい、あれ1回出したことありますね。すごいですね。僕もともとはね、エイリアンとかそのなんとか星人とかね、出したことないですね。ここのエイリアンも出したことありますし。あ、すごいですね。ツイッターには上げました。へえ、僕はプレミアムキリンなんとかぐらいしかないですね。PKC。お？俺はどこで使うんだ？まだですね。まあ覚醒はもう間違いないです。その後覚醒した後に出てきて、これはちょっと面白いパターンやな。何が出てくるか。いいリーチ見れるな、トミーさんの台。ここでまだストップしてるっていうのがいいですよね。走らず。お、なんと龍拳、北斗龍拳。これもちょっとこれも強そうだぞ。まあ発展先はいいですよね。なんやろ、激アツかな。激アツくるんちゃうか。熱かな。いや、激アツ、激アツが来そうな気はする。さあ、なんだ。あー、激アツ。激アツ。いや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 、これはまた熱いよ。相性悪い。あ、ここも赤だ。ちょっと相性悪いって言いながらしっかり2回目の発射あたり。しかも早かった。さっきの時短が終わって24回転ですよ。うわー、さああとは角円引くだけ。さすがに2連続単発はね、まあ 50% ですからね、ラスト出率、ここは決めたい。特に質問なく。また。まあ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 。100回転に期待しよう。ちょっと今のところサムネイル僕じゃないですか。今のところ。サムネイル中島店長です。何をおっしゃってるんですか。今回の主役は失礼しました。僕ら引き立て役ですから。そうですね、はい、いやー、次頼むでいくよ。ただね、今回のこの時短、はい、歩きしてます。お、なんとなくそういう気がする。なんか歩きしてます。精霊が宿ってますか。憑依してます。憑依してます、はい。そろそろ違う色見せてくれ。お、北斗ボーン入った。さあ青龍ですけど、まあ一応北斗ボーンなので、あ、バトルじゃないですか。さあこっちもチャンスとなるかどうか。ファルファル北斗ゾーン、堀場をそこ一発で当てたいですね、トミーさんの台は。さあもう一回メキスト。おおすごい、すごい、やっぱ強いな。閉店後精霊が、精霊のおかげです。持ってるなあ。やっぱあったでしょ。いや北斗さん相性良くなったんじゃないですか。そうですね、これちょっと今度時間できたらぜひプライベートで行かないといけない、行かないといけない。そうなるともう楽しみしかないですよね、ここからは。そんなんで勝つんだ。はあ、やっぱ違うな、ラッシュ中は。意外とね、厳冬ラッシュもあ、また2400、熱い、やっと熱いリーチが見れるかも。いいっすよ。いや、いいですよ、なんか上からいいと思いますけど。